ファンの皆様、本日もご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまから重賞競走 JRA 認定競走岩手県畜産協会会長杯第20回寒菊賞 M3 の表彰式を行います。はじめに優勝馬クロールキック号の関係者の皆様をご紹介いたします。クロールキック号馬主佐野光一郎様、生産は門別新堀牧場様でございます。調教師は千葉幸喜様、騎手山本俊也様、そして厩務員は田島武也様の以上の皆様でございます。では表彰です。はじめに岩手県畜産協会会長賞の授与でございます。常務理事渡辺徹様より優勝馬クロールキック号の馬主様、調教師、騎手、厩務員に岩手県産和牛肉の目録が贈られます。見事優勝いたしましたクロールキック号馬主佐野光一郎様でございます。おめでとうございます。千葉幸喜調教師、おめでとうございます。山本俊也騎手、おめでとうございます。田島武也厩務員、おめでとうございます。皆様おめでとうございます。続きまして奥州市長賞の授与でございます。奥州市財務部競馬対策室主幹波藤和文様より優勝馬クロールキック号の馬主佐野光一郎様に南部鉄器鉄瓶が贈られます。見事優勝いたしましたクロールキック号馬主佐野光一郎様でございます。おめでとうございます。最後に開催執務員長賞の授与でございます。千葉開催執務員長より優勝馬の関係者の皆様に賞状が贈られます。寒菊賞優勝馬クロールキック号馬主佐野光一郎様、おめでとうございます。千葉幸喜調教師、おめでとうございます。山本俊也騎手、おめでとうございます。そして田島武也厩務員でございます。おめでとうございます。皆様おめでとうございます。岩手県畜産協会会長杯第20回寒菊賞 M3、 今年の優勝馬はクロールキック号でございます。関係者の皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。以上をもちまして表彰式を終了いたします。皆様ありがとうございました。